どうも皆さんこんにちは、三浦です。ということで、気づかない間にですね、僕が気がつかない間に妖怪ウォッチプニプニがとんでもないことになってました。サマーニャンボ開催中っていうところをタップするとですね、なんとですね、ガシャで妖怪が出てくるのが S ランク以上、しかも10連すると SS が必ず1体出てくるっていう。でこれね、妖怪が結構豪華なんですよ。極土の子、シーブシニャン、あとマタタビも出てくるっていう。 3S ランクが 3%、 2S が 8%、 S ランクが 89% っていうことで、僕 3S ランク結構持ってないと思うよ。極土の子持ってない、シーブシニャン持ってない、マタタビ持ってない、太陽神エンマ持ってる、暗黒神エンマ持ってない、時空神エンマ持ってない。僕ね、この暗黒神エンマをゲットするってイベントの時にちょっと心折れちゃったんですよね。だから暗黒神エンマ持ってない、金食い姫持ってない、覚醒冬には持ってない、ヨーデルセン持ってない、ドエスカリバー持ってない、ダンドリー、ということでガシャをですね回していきたいなと思います。もちろんやるのは SS ランクが確定の10連をもう何回もちょっと引いてい、いきますよ。さあ、いきます。せーの、ポポ。おー、これ、あ、そうだよね。そうだよな。S ランク以上確定だからみんな金なんだよね。まあ、すごいね、これ。みんな金っていう。いけ！じゃあ、まず、一番上からいこうか。おーい、持ってる。お！来たよ、持ってない。持ってない。なんだ、これ。ホゲホエール。しかし S ランクか、ホゲー、おい、お、来た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 、あ、来たよ。なんだこれは。おっと、ダンドリーって結構使えるんじゃない。ちょっと他の実況者の方がスコアアタックでダンドリーでめっちゃスコア上げてたから、これ結構嬉しいよ。さあ、最後、最後なんだこれ。山狼、あー、まあまあでしょ、まあまあ。さあ、次行こう。お、まあ僕ね、結構妖怪持ってないから結構引っかかる。おお、来た、ビーチ姫飛び出してきた。 2S ランク、この妖怪全然知らないな。いつリリースされたんだろう。さあ、次行こう。さあ、なんだこれ。おお、ドンドロ、 2S ランクなんだ。 S ランクだと思ってた。いいね、いいね、 2S ランク結構溜まってきたね。いいね、いいね。おお、キラコマ、まあでも持ってるし。なんだこれは。お、ベッティさん、 2S ランクなんだ。レベル高、レベルじゃねえや、ランク高いな。来た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 、なんだこれ、なんだこれ。おお、 2S2、 もう言えない。メリケンレジェンド、いいね、いいね。おお、ドエスカリバードエスカリバーってこういう顔してたんだ。お、来た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 。おお、来た、確率 3%、 クリティカルブシニャン飛び出してきた。うん、今回出てくる極妖怪はあと土の子ですね。僕ね、 3S ランクもほとんど持ってないので全部出そうと思ったら相当回さないといけないな、これ。お、ヒノシン 2S ランク、あ、持ってなかったんだね。強そう。でもホゲホエールがすごいダブるんだよね、なんか。お、 KJ が 2S ランク、そんなバカな。ちょっとあんま使える妖怪のちょっとイメージがないけど、すごいな、みんな覚醒していっちゃうんだね。
お、ベティさん。しかしダブってる。おー、来た。エンマだからね、めっちゃ使えるんじゃないかな。 2S ランクいいね。おー、アーマーテラスかっこいい。なんかちょっとモンストっぽいけど、これはい、これがちょうど100回目、100回目になります。今回何連しようかな。まあでも今のうちにゲットしておかないと 3S ランクとかゲットする機会とかねないからな。お、やめるんじゃ 2S ランクいいね。てか 2S ランクって結構いるんだね。結構、おお、うわー、レベルマックスだった。太陽神エンマ、暗黒神エンマ出てほしかったな。どうせだったら、せーの、うわー、マジかよ。これ持ってなかったのか。持ってなかったんだね、エンマ大王剣。あ、よかった。普通のエンマ大王だったら重くしかぶってたからよかった。さあ、これがちょうど100回目。ね。おお、キャトリーヌ持ってなかった。オッケー。あ、最後の100回目めっちゃいいじゃん。3S ランクが1体に、2S ランクが3体も出てきてる。いいね。一番最後が一番いいな。お、覚醒フイニャン 2S ランク出てきました。お、バンバラヤ、バンバラヤも出てきた。おお、来たー、ラスト武将来たー。この妖怪も結構使えるような確かイメージがある。いいね。ドエスカリバー2体目来たぞ。もうここら辺だとなかなか持ってない妖怪が出てこなくなっ、あー、もうやめてよ、もうそういうの。もうなんで太陽神エンマ出てくるかな。暗黒神と軸神持ってないんだからさ。さあ、ちょっと時間かかるので、もうすべて開ける、もうやっちゃう、これ。おー、 2S ランクが出たけどちょっとダブってる。あ、すげえ懐かしい妖怪もちょっと今見えたな。ちょっとこれもったいないんだけどね、すべて開けるって。おお、これすげえ声出ちゃった。暗黒神エンマ今見えた。おお、またたびも出てるね。またたびも出てるし、発動してウィスパーは僕持ってるんでいいんですけど、日の神持ってなかったんだ。いいね、いいね。そうだな、あと土の子か時空神エンマちょっと欲しいかな。さあ、これで、おお、自慢ハッタンが出てきた。自慢ハッタンの技どんな感じなんだろう。ヤマタン結構さ、お世話になってるから、ちょっと自慢ハッタンの技とかすごい気になるね。せーの、あ、これは、え、あ、私覚醒日の神なのかな、これ。あれ、俺覚醒日の神持ってたような気がするんだけどな。あー、しかしダブってた。キャトリーヌ、キャトリーヌダブってる。せーの、ラストオブ仕様と自慢ハッタンが出てきたんだけど、これもダブってるなー。あー、もう太陽神エンマ、これ今回出てくるの3回目。あ、でも吹雪ちゃんが出てきた。あ、あとゴーインも出てきてる。いいね、いいね。もう今回僕が欲しい妖怪はほぼ出てきているかな。あと土の子時空神エンマっていうのはあるけど、2S ランクに関しては欲しい妖怪ほとんど出てきて、あ、キオウも出てきたので、そうだな、ちょっと欲しい妖怪ほぼ出てきてるな。あ、あー、ダブったね。ドンドロとキャトリーヌダブってる。さあ、
まだ時空神とツチノコ出てないけど、もうそろそろいいかな。これ以上回してもね、ちょっとしょうがない。そうだね、うん、ちょっとダブリも多くなってきたんで、あと2回回しておしまいにしよう。さあ、まあかなりいい妖怪結構デッドできたけどね。 そうだね、まあ、新しい妖怪出てこないし。はい、ということでちょっとこれをちょっと最後にしたいなと思います。せーの、あ、エルドラゴン出てきた。あ、これ青龍っていうのかな、これも出てきたね。あー、心残りなのは時空神と土の子。あー、1枚だけあるからこれちょっと回そうか。もうこれで時空神か土の子が出てきてくれたらすっげー嬉しいけどね、俺多分。さあ、いけ。なんだこれ。あー、でも 2S ランク持ってたけど、 2S ランク結構いいね。でもさあ、こんな感じになりました。今入手順に並べてみたんですけどね、めっちゃ妖怪ゲットできたね。めっちゃ妖怪ゲットできたぞ。やっぱダンドリーって結構使えそう。少しの間攻撃力を大幅アップ、効果度114ポイントって相当だよね。ちょっと技レベルが1段階上がっちゃってるけど、例えば 2S ランクのプラチナ鬼を攻撃力アップだけど、レベル6で効果度107だからね、ダンドリーめっちゃ強いじゃん。はい、今回はサマーニャンボガシャ多分200回ぐらい回したと思うんですけど、回してみました。僕ですね、暗黒シーエンマがゲットできるイベントからちょっとプニプニをやってない危険があったんで、ちょっとその間の結構強い妖怪とかを持ってなくてですね、新しいイベントとかもちょっと苦戦してたんですけど、今回結構ゲットできたんで、これで妖怪ウォッチプニプニね、やりやすくなったんじゃないかなと思います。まあ最近はね、ちょっと別チャンネルの実写のチャンネルに相当時間取られているので、まあ前みたいに妖怪ウォッチプニプニできないんですけど、新しいイベントが始まった時つどつどやっていきたいなと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いいたします。そして、僕のね、別チャンネルで実写のチャンネルあるんで、そちらのチェックもお願いいたします。